ホタルさん、何を心配しているんですか？安心してください。誓って公序良俗に反することではありませんから。反対側に行くには長い距離を歩かなければなりません。二人ともピンボールマシンで対岸までジャンプしましょう。ピンボールマシン？この子はまだ無境に慣れてないから。危険？ホタルさん、これはファミリーの美しい。さあお姉さん、あなたならできる。ここは商業エリアの仮想？ええ、僕たちが行こうとしているのはこの先にあるピピピピシのサロン。このサロンは少し変わっていて、ピピシ人以外はVIPカードを持った顧客しか入れないんです。ま、おや、用心棒のお兄さん、また。うん、ああ、あんたか。はい、今日は友人二人とここで。何人だ？三人です。VIPカードを見せてくれ。はい、どうぞ。その友達二人のカードだ。あー、それは僕のカードで、融通を聞かせてくれませんか？この二人の身元は、ま、それは無理だな。ルールを破るわけにはいかない。カードが入れないみたいだね。慌てないでください。何か、用心棒のお兄さん、こうしましょう。僕たち裏切りを選んだ瞬間、疑念の強烈な感情ですよ。わかった、彼女に伝え。ほら、取ってきた。あはは、これってあと一つになりました。これって、このテレビ。あはは、さあお姉さん。ねえ、なんとなくっていうか、でももし試してみたい。Thank you.
当にすそれでどうして彼女は分かりませんか。見てください、このブラザーハヌがアニメでやっていたことを再現するか。あ、ここ応援してる。あ、ブラザーハヌメ、ついに捕まえたぞ。見るがいい、どれほど小さくなったことか。これで俺の手のひらからは逃げられないだろう。どうだ、閉じ込めてやったぞ。かわいい。秘密を漏らしてしまうとは。
ね。無事でよかった。実に素晴らしい。これで準備は整いました。あとは夢を見るだ。無教ショップへようこそ。請求列車の開拓者様、またお会いしましたね。どうも、ドクター・エドワード。今日は友人に。お、もちろんですとも。スリルを追い求める。ええ、僕の。こちらは常連のお客様を対象としたサービスです。最近体験した夢を渡して。はい、どうやらは続きを見たいと思い。ホタルさんは興味。材料はご用意いただいていると思いますので、ご寄付に感謝いたします。生成が完了しました。さあお姉さん。ベロブルグ仮想部の診療所、なんで誰もいないんだろう。これはサプライズです。種明かしを慌てる必要はありません。まずは夢の中の夢の感覚に。これはまた目。わかりませんよ。僕が夢を見たときは、こんな場所にはそういう細かいことは気にしないで。そろ。これってどういう状況？どういう念のため。てや、わいしれ、とひむそひにかなのめゆ、マナーハ、ハエマナの下は、発人、遺体、ハキミ、グンキミゴ、リアデウオのチタシワハレカ、ルアモデンニンバのミゴのテベスのヨロコ、リワス、ニノノ、ガノモノウユチウタツタリ、オニチノコニモ、モデ、イナワナカハニウオナクアヤジウ、でちたしたわ。メロヒオまでなつし、イガネオ、カウド、セサドモリとオキツチオ。うん。あやじれそう。熱り。
ドクターエドワードはいくつも気立つと火はとこバレスースをリナ島をな一体全体何が何だか코타코기또다디다야뭐가마다하다나아가마인나가다고마다もんてはたほど事故ほなはったとでだったほど減っただでたたとただひだたとでかはあもうよピーソードンカカだれだとだれだただばちょこザラダチェチョコ誰だとノノガイノノガイゴパパドヨネイレオドカノモガイシゴノノガガイラハラコガラキガなんとか信頼の証を3つ手に入れた戻って報告しようんニーツタキガヒノコ怪しれそう、ウヨシマリノイ。決戦の地に着いたんだ。なんか複雑な気持ち。いくらなんでも無言。ここでゴミ金騙されたのかな。残念でなりません。残念。実に残念です。あなたが真実に気づいた瞬間、どんな表情を見せるのか楽し。あなたは、この夢の泡は、何を企んでいるかわからない人々が、狭い舞台、無境の家のバスタブではなく、本当にわからない。あの少女は口ではピノコに忠告ですよな。それでは僕は散歩。一体どういうつもりなんだろう。ホタルが何か隠してるって。